木澤選手にとってボディービルディング、まあ、トレーニングっていうのは、趣味ですか？うん、元は趣味ですね、はい、趣味で体を鍛え始めて趣味で大会に出てアマチュアですし、競技というところでお金をいただくわけじゃないし、飯食っていくわけでもないし、あくまで趣味ですよね。だからほとんどの方が普通にサラリーマンやりながらとか、今ね時代の流れでこういう系のパーソナルトレーナーとかジムで働きながらトレーニングされてる方もいると思うんですけど、でも競技という面ではアマチュアですので、そこは趣味で仕事に関連づいたことをやって大会に出てるっていうところじゃないですか。で、まあ、僕の場合は、まあ、ジムを持って、まあ、これを、まあ、競技としてやってお客さんが来ていただいて、まあ、教えることがプロですけど、競技することはプロではないので、まあ、トレーニングというのはちょっと難しい位置づけですけど、趣味といえば趣味ですよね。よくあるのがトレーニングってすごいやりたくてやってるんでしょうけどね、皆さんもちろんね、やれって言われてやってる人なんかそういないと思うんですけど、学生の部活とかだったらいやいややってる子もいるかもしれないですけど、基本的に社会人になって自分の意思でやってるわけですよ。要は趣味なわけですよね。好きでやってることです。だけどトレーニングってこうやっていく中できついじゃないですかね。すごいやっぱり他の趣味って基本楽しいですよね。楽しいことばっかですよね。ワクワクするじゃないですか。例えばまあ僕ゴルフしますけど、ゴルフで辛いと思ったことがないですよね。ゴルフやってる時本当楽しいし、もちろんそれを競技でやれば別かもしれないですけど、やっぱゴルフって練習やってても面白いし楽しいし、本当にラウンドする時なんかも本当に夜朝ね、朝で前の日夜寝れなくなるぐらい、本当遠足行く前の小学生みたいなね感じでワクワクして寝れなくなる時もあるし、まあ、そうやってやって趣味って本当にやっぱり前の日から楽しみでしょうがない。やっと仕事週末休みで趣味やれるね、楽しめるっていうのが趣味だと思うんですけど、やっぱトレーニングの場合はそうはいかないですよね。結構皆さん好きでやり始めたものの、結構ねすごいやっぱきつい、憂鬱になったり、やる前ちょっと気が沈んだりとか、けどやっぱ終わった後の満足感と爽快感ってすごいものがあると思うんですけど、なので趣味といえどもやってるうちに趣味であることを忘れちゃうと思うんですよね。なんか義務感持ったり、すごい自分がなんかストイックになる場面もあるじゃないですかね、減量なんか入っちゃうと。そうするとどんどん勘違いして、もともと自分で好きで始めたのにすごい自分は頑張ってるんだぞとか、なんかそういうなんか、まあ、アピールじゃないですけど、こうどうしてもこうなんか認めてもらいたくなるような感じになっちゃうと思うんですけど、これってすごい間違いですよね。トレーニングに興味がない人からすれば、2時間例えば僕らがねジムに行く、2時間パチンコに行く、全く一緒のことなんですよ。だからトレーニングを頑張ってるからって一般の人から見たらそんなどうでもいいことであって、好きなことやってるんでしょっていうところなんで、まあ、トレーニングってやっぱそうやってちょっと自分をちょっと見失うところがあるので、その辺ちょっとやっぱり冷静になって、特に行き詰まった時とかなんかやりたくないなと思った時は、本当に僕は選手には特に言うんですけど、好きでやってんだろうっていうね、嫌ならやめればいいじゃんっていうところになってしまうので、トレーニングってやっぱするとそういう側面があるんで、複雑なんか位置づけというかなるんですよね。でもやっぱり他の趣味と違って、自分自身が変われるんで、見た目がね、例えば他の趣味って、まあ、例えばそこの場所に行って初めてスタート、何か道具を持って初めてやるスタートみたいな感じですけど、トレーニングの場合はもう自分自身が変わっちゃうわけなんで、もう自分の体っていうのはもう一生ついて回るわけなんでね、ずっと自分の体があるわけなんで、そういう面ではすごくやりがいがある趣味、ね、だと思います。あんまり頑張ってると思わないようにして、特に大会なんかは、他のアマチュアの、競技と違ってすごくやっぱり背負うものが多いので、他のね球技とかであれば練習の時間だけしっかりやって、もちろんケアとかそれ以外に付随したトレーニングもあるかと思うんですけど、そこまでやる人ってなかなかのトップ選手だと思うんで、アマチュアの中でもね。でもやっぱりトレーニングの場合はコンテスト出るとなると、ポージングから日焼けからダイエットからトレーニングからって言って、もう本当に他の競技で言うとプロ並みの、なんか犠牲に払う時間とかね、お金も発生してくるわけなんで、そういう面でやっぱり、落胆度合いとかもものすごいですよね、やっぱこの競技のうまくいかなかった時と。でもやっぱりあくまで好きでやってることなので、その辺の冷静さを失わずにね、皆さんやってほしいなっていうふうに思いますね。